それでは数学のその、パワーをクリスチャンさんがご説明してくださいましたので、その後で非常に、地道な話をするのはちょっとやりにくいんですけれども、私が数学研究する際、数学者一般といってもいいですけれども、その時の醍醐味と原動力についてお話ししたいと思います。まず数学を外から見た時どうかということをちょっとお話したいと思います。まずその昔はコンピューターもなく全てアナログだったわけですけれども、どんどんデジタルの時代に移ってきて、ちょっと車の例えをしますと、70年代80年代でエンジンのコントロールをマイコンがするようになりました。でそれができるようになったのはハードウェアが進歩してきたわけですけれどもそれでさらにその後の進展というと、エンジンからハイブリッドに移り、電気自動車に変わり、それからさらには自動運転になろうとしています。でハードウェアをコントロールするコンピューターをさらにコントロールするという話なんですけれども、もともとはハードウェアあるいは CPU をコントロールするのに最適な機械語を使うしかなかった。それがハードウェアの進歩とともに汎用のプログラム言語で使えるようになった、済むようになった、そういうふうに変わってきたわけです。じゃあということで、コンピューターがあれば全て計算できてしまって数学はいらないのかというお話になります。ただ実際これはただこういう質問をするときには、その誰を相手に質問するかによってかなり違うわけですけれども、一般の人を相手であれば、その数学がいるかどうかということであれば、その未経験のことを事態に対処するには数学的思考、経験に頼らない数学的思考が必要だという、そういう種類のことになりますけれども、ここでは科学者とか技術者の立場で言うのでちょっと違います。で先ほどもクリスチャンさんがいろんなシミュレーションしてくださいましたけれども、そういうものはそのコンピューターがやるとは言っても、それはアルゴリズムを作り出せばそれを実行してくれるのはコンピューターということで、ただアルゴリズムは数学者が作る、あるいは数理科学者が作るということですね。あるいはその答えがあるかどうかもわからない、条件の設定、あるいはより細かい条件の設定ができなければ答えがないというようなこともありますし、要するにいつも答えがあるかどうかはわからないということです。それで仮に答えがあったとしても、先ほども非常にクリスチャンさんの例は非常に興味深かったので、それを例えに言いますと、ちょっと条件を変えればとんでもない変わった結果が出てしまう。それは要するに誤差の評価が問題になるわけで、つまり完全な情報というのもないし、完全なアルゴリズムというのもないので、こういうことになるわけですけれども、でそういうシミュレーション、数理科学モデルを使うシミュレーションをしているわけだけれども、そういうシミュレーションそれだけで十分かといえば、実はそういうシミュレーションの数理科学モデルを作る、あるいはチェックしたり、あるいはそれが良いか悪いか判定する、そういうものにも数学が必要になります。そういう状況にあります。ここら辺が外部から見た数学なわけですけれども、じゃあ数学者はどう思っているかというと、数学が数学者が数学を外部の人に、一般の人にアピールしようとすると、大体2通り のやり方があります。一つはなんていうのかな、有効である、役に立つ、つまり自然科学 の, あの
を記述する言語としての役割ですね。それからさらにそれ以上にいろんな応用があるという、まあ、ことですけれども、もう一つはその芸術的側面、美の側面ですね。で、例えばそれは論理的構造の中に美しさを感じるとか、あるいは数学的アイデアの中にその美しさを感じる、まあ、これは人によってかなり違うし、場合によってはオタクと言われるかもしれないですけれども、まあ、そういう種類の話、まあ、役に立つといっても、例えばすぐ役に立つかどうかと言われれば、まあ、私の立場で言えばノーですけれども、50年100年という意味で言えばイエスというふうになる、まあ、非常に1か0かという感じの話にはなりません。ではじゃあどうして数学者は数学をするのかということですけれども、まあ、いろんな可能性を列挙します。全部これ私に当てはまると言ってるわけではありませんけれども、例えば名誉のためとか、まあ、名誉のためにだけ数学やるわけではないだろうけど、名誉のためということも、まあ、ちらりとあるかもしれない。じゃあお金っていうのもありますよね。ただお金を稼ぐために数学者になるっていう発想はあまりないけど、まあありえないことはない。で、うまくいった時の感覚ですね。例えば子供の時にうまく何かができて、それがすごく褒められたとか、そういうのもあるかもしれない。あるいは役に立ちたい、まあ、実際に数学は役に立つ面はありますし、役に立つ仕方の数学もあります。それから単にというか学問的知的興味からやりたいと。これ太字で書いたのは、まあ、私も特にここはそうだし、そう思う数学者多いだろうという、そういう意味ですね。で、興味といっても一般的な興味とか、例えば世界はどうなってるだろうとか、まあ、そういう興味とか、もっと具体的な問題に対する興味もある、いろいろあります。まあ、数学者としては、まあ、こういう形でやってる。そうすると、これもよく言われるんですけど、それなら数学研究はサポートする価値があるかどうか。で、もしその数学者が単に興味本位でやってるんであれば、それはサポートする必要ないんではないかという、まあ、そういう種類の話ですね。例えば政府のお金、これは税金だからちゃんと説明責任がある。あるいはこれは科学技術基本計画、第5期の科学技術基本計画がこの4月から開始しましたけれども、そこでは実は数理科学というのは非常に重要な学問であると、いろんな科学技術の元になる非常に重要な学問であるから推進すべきだという言葉がありますけれども、それは先ほどのような興味本位でやっているということではけしからんという意見もあるし、有用だからといってサポートするというだけの話にはならないということですね。それから私的な財団、例えば稲盛財団もそうですけれども、それにしても勝手に財団のその理事が勝手にできるというわけではない。ちゃんと外部への説明責任もある。だからそういう時に、じゃあ数学研究というのは本当にサポートする価値があるかどうか、そういう種類のことですね。まあ、なかなかこういうストレートな質問が来ると明快な答えはしにくいんですけれども、まあ、私なりに答えるとすれば次のようになります。一つには数学というのは大体思いもしない形で使われることがあるし、それから非常に多くの仕方で使われている。先ほども山田先生のご紹介でもありましたけれども、実際の現代の社会はむしろ背後で数学によって動かされているという、そういうこともあります。で、これが他の科学と違うところですけれども、非常に抽象的ですので、役に立つといっても見えないし、
直接役に立つというわけじゃなくて、他のものを経由していくので非常に分かりにくいわけですね。で、あのブレイクスルーという言葉、最近非常に安易に使われますけれども、本当のブレイクスルーってそう簡単に起こるものではないですけれども、そういうブレイクスルーを起こそうと起きるという時には、どうしてそういう状況に陥ったかというと、その直接的に解こうとしてうまくいかないから、そういう停滞が起こるわけで、そこを打破しようとした時には、それまでとは違うアイデアが必然的に必要になる。それはほとんど多くの場合、その基本的な数学、まあ、純粋数学という言い方もいいかもしれないですけども、が必要になることが多い。例えば例で挙げますと、フーリー変換という言葉がありますが、技術がありますけれども、これは1800年頃に発明された方法で、波を研究するのに使われたと。で、それが少し前だとオシロスコープとかそういうものに使われてましたけれども、今だとよくよく言われるのは MRI なんかに使われる。それはフーリー変換というのがオーケストラの音楽を聴いたときに各周波数をところ音を取り出すような、そういう役割をするんですけれども、その部分を使ってMRI の、ベースになるアルゴリズムができていると。で、実際にはそのコンピューターがそういうアルゴリズムを実行するので、そのアルゴリズムさえできればほとんどリアルタイムでその画像が見える、そういう仕組みです。それから代数幾何というのがあります。これは私の専門分野なわけですけれども、これは実際には世間の応用とは無関係だと思われていた。ところが符号理論とか認証理論とかコンピュータ通信の中で情報をいかに効率的に使うかとか、パスワードとかをうまくどうしたら設定どう設定すればいいかとか、そういうところに実は使われるようになっている。で、例えばその符号理論とか認証理論という目的が最初にあって、これをどうしてやったらうまくいくかという目的からスタートして代数幾何にたどり着くかといえばちょっとありえないという、そういう感覚ですね。なので、ここで言いたいのは、要するに純粋数学と応用というのはスパッと切り離せるものではなくて、全体として存在するしか存在のしようがないということですね。だから数学は一体となって発展するということですね。だから応用も純粋数学も区別はない。もう少しゆったりとした言い方をすれば、数学というのは木のようなものであって、その木が成長して果実が実って、それが初めて応用となるということです。これはこういう言い方すれば一般の科学に対しても言えますけれども、数学の場合には特にそれが顕著だということです。一つ最近の京大に絡んだ例を挙げると、伊藤清先生という方がおられましたけれども、伊藤解析ということで非常に有名になられました。それは伊藤先生はこの確率の本質を理解したかったということで、戦争中ですね、1940年に伊藤のレンマというものを出版された。当時なので非常に粗末な紙の雑誌ですけれども、それで出版されたと。で、それを1973年にブラックとショールズさんという人が金融工学に適用した。それどういう形でどういうことにしたかというと、デリバティブと呼ばれる金融商品ですね、それにつまり少し半年とか1年とか先に何が起こっているか分からない、そういう確どうなるか分からない状態の時にのものに値段をつける、論理的に値段をつける方法を伊藤カルキュラスを使って開発したということですね。で、それによって1997年にノーベル経済学賞を受賞した。
で、伊藤先生はその2006年に国際数学連合が開始した創始したガウス賞というものがありますけれども、それは数学が多分野あるいは一般の生活にインパクトを与えた、そういう業績に対して与える賞なんですけれども、その第1回の受賞者で、いかにその業績が高く評価されていたかということです。金融のウォール街で一番有名な数学者という表現もあったそうです。こういう背景、一般的なことを申し上げましたけど、そういうことを言った申し上げた上で、自分の場合にこういうなんていうのかな、自分の研究は好奇心に駆られてやっている、そこのところをもう少し説明させてください。でまず私の分野は代数幾何というもので、それは代数多様体というものを研究します。で代数多様体というのは何かというと、単純に言えば代数的な図形、それは何かというと、方程式、代数方程式、多項式ですね、多項式イコールゼロと置いて、それの解の集合です。あんまり簡単に書けるというわけではないですけど、例えば例を挙げます。一番簡単な例というのは x 乗足す y 乗イコール1で、その原点を中心の単円なわけですけど、それではあまり簡単なので、もうちょっと違う絵を描いて、式を書いて y 2乗イコール x 足す8かける x かける x 引く1ですね。例えばこういうのを書きます。そうすると、これはグラフに書けっていうと高校生は少し苦労するかもしれないけど、なんとか書けます。要するに y 2乗なので x 軸対称で、で0以上になるところはマイナス8から8ま0までで、かあるいは1以上かで、こういう形大体書けると思いますけど、そうするとそれがこの実数解ですね。で代数幾何でやるのは実は複素数の解をやります。 x も y も複素数として計算する。そうすると簡単には書けませんけれども、上手に書くと、こういうふうにこういう形をしている。で代数幾何でやるのは、こういうのも使いますし、実数解も使うし、こういう複素数解も使う、そういうものです。あるいはもっとワイルドに正表数の世界というものも後で出てくると思いますが、そういうことをやります。で、そういう代数多様体ですけれども、私の基本的なその立場というのは多様体をどう曲がっているかという、そういうことの研究です。この辺はちょっとあまり細かく気にしないことにして、 X が曲線、すみません、ちょっと今忘れました、大事なことを。これは方程式一つで、変数が2個あります。なのでこれを曲線と呼ぶか曲面と呼ぶかを人によっては迷うかもしれませんけども、自由に動ける変数は x だけで、で y は x によって規定されてしまうので、自由な変数の数は一つです。だからこれは1次元曲線です。曲面に見えるけど代数幾何では曲線です。それで元に戻って、で x は例えば曲線だとします。そうすると点のそばで p という点勝手に選んだ時、そのそばでどういう形をしているか。そうすると例えばプラスに曲がっているというのは、これがいつもこれ上向きになっているということですね。あるいはこの下に出っ張っていると言ってもいいですけど、そういうのをプラス正に曲がっていると言います。次にサドルですね、ある方向では上に曲がってて、ある異なる方向では下に曲がっている、こういうのを負に曲がってネガティブに曲がっていると言います。からどちらでもない、単純化するとこの3通りになると、そういうことです。で
これが一番その一般的な形をしていて、こういう形をしているとその膨らんでいるというのはなんていうか、まあ、シャボン玉のようなものなわけですけれども、ちょっと極小モデルというものを研究してするんですけれども、それはどういうものかというと、まあ、非常にざっくりといえば至る所はこういう形をしている、一方方向には曲がっていないという、そういう感じです。どうして極小モデルっていうとはこういう形なのかと、まあ、ちょっといい加減な誤解生じるかもしれないけど、いい加減な言い方をしますと、つまり膜が張っていたとして、ある、枠の上に膜を張ったとして、こういう仮にこういう形をしてたとすると、これは下からちょっと押すと面積が減りますよね、小さくなります。だからこれはこういう形にはならないと、もっと面積を小さくしようと思うとこういう形にはならない、だからまあこういう形じゃないといけないという、そういう種類の感じです。でこういう興味なわけですけども、それはどう成長していったかということを言いますと、最初はフランケル予想という、まあ、問題、フランケル問題という意味ですけど、そういう非常に特殊な問題を考えました。それはどういうものかというと、多様体があらゆる意味、非常に強い意味でプラスに曲がっていたとしましょうと、つまり至る所まあこういう形をしていたとしましょうと、ちょっとこれは象徴的な言い方ですけれども、そうするとそれはただ一つしかない、まあ、例えばそれを遮蔽空間、 N 次元遮蔽空間、あるいはプロジェクティブスペースと言いますけれども、それは一つしかないというのがないだろうというのはフランケル予想、あるいはフランケル問題と言われたもので、それは私あるいは八尾さん、周さんという人たちによって独立に解決されました。で、問題はもうこの非常に特殊な問題ですね、至る所プラスに曲がっているような図形は、まあ、次元ごとに一つしかないんだから、そんなものは研究してもしょうがないんじゃないかということなんですけれども、実はその解放に意義があって、それをそういうものが分かったことによって、実はもっと弱い意味でプラスに曲がっているというものも調べることができる、そういう話に発展していった。で、最終的に極小モデルプログラム、後で少しだけ触りますけれども、そういうものが完成して、それは一般の代数多様体という図形を研究するための非常に基本的な道具になったと、そういう形で特殊なものからスタートしてずっと一般に広がっていたと、そういう種類のことです。じゃあ具体的に何をやったかというと、不変量というものを見ます。で、それはまあ、不変量というのは一般的な言葉で曲線の推移、コーンというものを考えます。コーンなので、まあ、こういう形ですね。で、ただそのデタラメなものではなくて、この一点からこうずっとこう線が出ているようなものなんですけども、ポイントはこのある半平面というか長平面があって、原点を通る長平面があって、それを2つに分けていて、右側の方はまあ、なんか曲がってて何とも条件は分からないんだけど、左側の方はなんかギザギザというか、その多面体的になってる。で、この C1 って書いてありますけど、これはまあ無視してください。で、この左側のこの角張ったところですね、こういうふうになったところを、まあ稜線と言いますけれども、それがそういうものはその稜線は単斜線と言います。それでつまり代数多様体があったときに、こういう曲線のコーンというのが描けて、そのコーンにこういう尖った部分があれば、それのそれは幾何学的な意味を持っていると。で、その各単斜線というのは元々の代数多様体 X の ある幾何学的な性質を持っている、それを調べようと、そういうことです。それで先ほどの極小モデルということを言いましたけど、それはこちら側がない
ないようなものを極小モデルと言います。これもなんかちょっとあの雑な言い方で申し訳ないですけども。まあ、ただこれはあのどうして定義するのかあの説明もしませんけれども、まあ、むしろそのこういうふうに考えていただく方がいいと思います。つまり代数多様体というのはあの2次元3次元というのを考えますとあの複素数の次元が2次元3次元なのであのすぐにその空間にちょっと書きようがないしあの全体を見ることはできませんけれどもそれを代数幾何 の研究者というのはあの不変量というものを書く。でそれをあの直接見るのではなくて不変量を書いてそれを調べることによって元の多様体を研究するわけですね。まあ、インバリアントって書くわけじゃなくてその絵をって不変量を書くわけですけれどもでそういうものはあの、まあ、こういう状況を見るとある意味ではあの抽象画に似ているわけです。複雑な図形を先ほどの例えばあのコーンの話で言うと先ほどのコーンの話で言うとその複雑な図形をもっと単純な図形での組み合わせで表す、まあ、そういう意味ではある種のキュービズムになります。ただあのこういうと誤解を与えかねないのでちゃんとあの弁明しますとだから、このキュービズムといってもあのオブジェクティビティあの客観性がないといけない。つまりあの画家があの対象を描くと、違う人があの同じ絵を描くことはありえないですね。同じ絵を描いたらあの芸術にならないし、ただ科学ではあの違う人があのインバリアントをあの表しても全く同じものが出ないといけない。で再現性もないといけない。そういう意味ではあの科学と芸術は全く違うわけですけれども、あの対象を直接ではなくあのそれを扱うための何かを表すための何かをその描くという意味では非常にあの似た行為をしている、そういうことです。例えばパール・クレイというあの画家がいますけれども、こういう絵を描いてます。これはあの優しいおじいさんという絵ですけれども、絵とあの円とあの三角形とか台形を使ってあの描いてるわけですね。で例えばこの尖ってるところはどういう意味だろうかとか、この円の意味は何だろうかとか、まあ、そう思いながらあの見るわけですけれども、これが孫かなとか、まあ、思うわけですけれども、でそのパール・クレイが言ってた ある展覧会に行ったんですけど、そこにはこういうふうに書いてありました。芸術の役割というものはあの見えるものを再生するというのではなく、見えないものを見えるようにすることであると、そういう種類のことです。だからそういう意味ではあの先ほど あのインバリアントというのと非常にあの近いことをしています。これがそのパール・クレイさんですけれども、あの非常に厳格な感じ あの方ですが、絵とはだいぶ雰囲気が違いますね。それであのさっきの話の続きに戻りますと、例えば曲面の場合にあの至る所あの強い意味で曲がってれば一つしかない斜斜空間あの斜斜平面しかないというふうにあの言いましたけれども、じゃあ弱い意味曲がってるであればどうかというと、ちょっとだけあの言ってみると、あの例えばまず最初はあの斜斜空間斜斜平面、これはあの非常に強い意味で曲がプラスに曲がってるというそういう例ですね。それ以外で言うと P1 って要するに、これはあの P1 バンドルっていうのはこの図形がこの P1 がずらっと並んでるようにあのなって、まあ、金太郎飴みたいなものを考えていただければいいですけど、どこで切っても同じ形をしている、その切り口がいつも P1 だという、その P1 っていうのは1次元であの至る所プラスに曲がっているっていうそういうものですね。でそういう場合がある。それからマイナス1カーブってあるあの P1 が入っていて、それは確かにプラスに曲がっているけど、そこだけで他は別にプラスに曲がっているというわけではない、まあ、こういう3通り出てきます。まあ、最初のこの2つはあのこれによってあの、局面全体の構造がある意味で分かるので、まあ、これはこれで良い。ただ3番目はこれ潰して
これはマイナス1カーブを潰していますけれども、これ潰してより簡単なものになるわけで、これを調べようと思うと、むしろ潰したものを調べた方が良い、そういう発想になります。でそれが、極小モデルプログラム のベースなわけですが、2次元の場合に言うと、まずマイナス1カーブがあったら潰しなさいと。でこれの代わりにこの潰した方を研究する、少し簡単になったというなっているというわけですね。でもしそこにまたマイナス1カーブがあったらそれも潰しなさいと。でそれをずっと続けます。マイナス1カーブが出てきたらその度に潰していくと。でそうすると、どれかになる、先ほど出てきた最初の2つの場合ですね、 P2 になるか P1 バンドルになるか、実はもう一つ可能性があって、ミニマルモデル、極小モデル、つまりそれは単斜線がない場合になる、この3通りになる。つまり勝手な代数局面というのを持ってくると、マイナス3カーブを潰して有限界を潰してやると、この3通りになる。でこれらをおのおの別の幾何であるからそれらを研究すると、それが代数、総有力化というか、代数幾何の一つの立場です。じゃあ3次元だったらどうなるか、そういうとですね、全く同じようにはいかないわけですけれども、ただ大体ある程度似た形になります。ただちょっと違う点がある、3つの違う点があります。一つは単斜線、先ほど言った単斜線。それから次は新しいフリップという操作。それから特異点。この単斜線というのはなぜこういうことを言ったかというと、実はこういう表現するんであれば別に単斜線も何もなくって必要なくて、マイナス3カーブをどんどん潰していけばいいんですけれども、3次元になると潰せそうなものを勝手に潰すと病理的な現象が起こってうまくいかなくなるということは分かっています。でそれを回避するためには単斜線が指定する潰し方をしないといけない。それがこのエクストリーマルレイって書いた話理由です。それからフリップという新しい操作って言いましたけれども、これはマイナス3カーブを潰していくだけではダメで、実は潰しただけじゃダメで、それをさらにブローアップするというか、ちょっと新しい操作をする必要が出てくる。それがフリップです。それから特異点、それは潰して局面の場合には潰した後も全く問題なかったんですけど、3次元になるとちょっと空間で言えばなんかブラックホールのような点が出てくるので、それもある程度許さないと話が進まない、そういう種類のことがあります。でそれによって3次元の場合にはそれで解決して、で今ではその全ての次元でほとんどの場合に解決、極小モデルプログラムというのができるようになったと。これは非常にたくさんの人の貢献でできるようになりました。こういう状況ですね。だからもともとは非常に特殊なものからスタートしても興味に任せて研究していくと非常に一般的な結果につながったと、そういうことです。それが醍醐味の一つですけれども、それからちょっと違う点で美について言います。厳密さと美しさということですね。でどうやって解に到達するか、つまり好奇心持ってやってるわけですけれども、どうやって解に到達するかということで言えば、その完成した後であればもちろんその厳密に評価できますけれども、完成してする前の、つまり現に自分で研究しているときに、あるいは人の研究でまだ完成してないときに、それをどう評価するかということがあります。そうするとその厳密さということで言えば、極論すれば完成してないので結論が得られないので、それでは判断のしようがないということになってしまいますけれども、美しさという意味では、そのつまり数学者がそれまで持ってきた培ってきた経験あるいは美意識でこれは美しいと思うかどうか、それはちょっと単純すぎるかもしれないですけれども、論理的整合性とかそういうものを見て感じる、そういうとこですね。で何がその
そのまあ数学者を回答に導くかといえば、まあ、そういう意味ではこの美しさ美意識だということです。で、あの数学的アイデアといってもいいし、まあそのあのなんていうのかな、その論理的に整合している中に美しさを感じるというふうに言ってもいいと思います。で、例えば私の場合で言うと、あの3次元であの極小モデル理論というのはあの完成するまでは実はそのたくさんの例は計算しましたけれども、他にはその非常にそれがあのフリップという新しい操作組み合わせと非常にうまくいくという、そういうことにあのよってしかその、まあ、あの信念を持てなかったわけですね。まあ、そこは、まあ、ある意味のこの美意識なんだと思います。で、それがうまく実際に正しくって、あの極小モデルプログラムというのはその後一般に全てほとんど全ての場合に解決したと、そういうことなわけです。で、ちょっと違うあの人 の, あの言葉であの見てみますと、例えば工業デザインと数学というそういうものを考えます。で、バックミンスター・フラーという人がいますけれども、この人はあのフラーレンという言葉であの有名になった人です。後でちょっと絵を出しますが、それからもう一人はあのアンデル・ベイユという人です。これはあの20世紀 最高の数学者の一人と言われています。あと実際のあの京都賞も受賞しておられます。バックミンスター・フラーさん、どういう人かというと、まあ、こんな感じの人ですね。発明者であり建築家であり作家でありデザイナーでもある。この頭はあのジオドームというわけですけども、あの C60 というあのフラーレンはなんかこんなような形をしている、まあ、それであのタイムズというあの雑誌の表紙にもなったと。で、彼はこういうふうに言っています。研究しているときに美というものは意識したことはないと。だけどもあの出来上がった後でその答えが美しくなかったらどっかがおかしいっていうのを感じると、まあ、そういうふうですね。つまりあの美はあの求めても無理で、あの出来上がったものを見て初めてあのそこにあるかないかが分かると、そういう種類のものだということですね。どうしてこれを取り上げたかというと、一つにはあのもちろんこのお話があの好きだからですけれども、あの廣中先生があの稲盛財団の講演会でこのことを話されて、それがあるのでちょうど良いのでここで取り上げました。からもう一人はアンデル・ベイユさんです。大数学学者であり、あの数論整数論の研究者でもあります。で、彼はあの70年、もう70年前って言った方がいいかもしれないですけども、日本にあの来たことがあって、その時に当時の若手の日本人数学者が彼に質問しました。数学的アイデアとは、数学的アイデアとは何ぞやってことですね。で、彼の答えは、それを定義することはできないけれども論文を見せてくれればすぐに分かるよっていう、まあ、そういう答え。それからあのどうしてそういうものが浮かぶのかということですけれども、まあアイデアなしで働き続けることが、研究し続けることができる人に浮かぶんだと。あの見方によっては非常につれない答えなんですけれども、あのさっきのフラーさんの言葉とあの並べてみると、なんとなくあの僕なんかには感じます。まあ、それということで、その好奇心とこの美しさっていうのがあの自分、まあ、数学、自分含めて数学者をその研究に駆り立てるものだと、そういうことです。ちょうど時間ですので、どうもありがとうございました。